はい、ホンダ CB250F でございます。はい、 F、ね、250F とか、VT250F とかあれですね、ホンダさんはこう昔でいうところの、ハーフカウルネキッドには F をつける傾向にありますね。はい、てかホンダはね F 好きなんですよ。縁起を担いでるから F が好きなんですね。なんでか、スーパーフォアがね、売れたから。4気筒で、ホンダはですね、非常にこう力を発揮した歴史があるので、スーパーフォア、フュージョンとかね、あとはフォルザとかですね、あとはなんだっけ、フュージョン、フリーウェイ、うん、とか、まあ、フリーウェイが売れたってのもあると思うんですけどもね、トヨタでいうところの C です。はい、そんな感じでホンダはね F が好きなんですね。はい、という感じで始まりましたけども、で昔でいうところのハーフカウル、ね、今でいうところのネイキッドです。はい、この形が今のネイキッド。はい、ストリートファイターネイキッド、まあ、ストリートファイターがネイキッドとしてですね、今は売られております。はい、でストリートファイターの条件っていうのは何かというと、アップハンドルであることね、アップハンドルであることで、それから乗車ポジションがですね、こう少し高いこと、背筋を伸ばすもの、あとこの大型のこれシュラウドっていうんですけども、これがついていること。はい、でそれ以外の部分においては、まずエンジンが少し出力が抑えられていること以外は、同型モデルの中にフルカウルのですね、バイク、スポーツバイクが存在していると。これがまあストリートファイターの条件になるのかなとまあ思います。はい、でこの CB250F もですね、CBR250R ですね、の中身とまあ大体同じです。はい、というわけで走行距離8001キロ、非常に少ないですね。身長173センチの私がまたがると、まあ、こんな感じになります。はい、どうでしょうね。はい、よいしょ。でシングルのエンジンです。で、CBR の時もですね、まあ、散々言われてるんですけど、まあ非力だというですね、表現をされることがまあ多いんですけど、これはこれでですね、最大馬力でいうところの30馬力ぐらい出てます。29かなぐらい出てるんですけど、でトルクについてもですね、2以上 2.2 かな出てますので、そこまで非力とは言えないんですね。でそれがそのどのぐらい、どのバイクとですね、同じぐらいかっていうと、Vツインエンジンの VTR ですね、あれと ほとんど僅差です。まあ、VTR の方が若干あるかな、1とかね、そういうレベルで、あるかなっていう感じなんですけれども、まあ、こっちが29だとしたら、VTR のは30馬力みたいな感じですね。若干あるかなという気はするんですけども、ほぼ互角なんですね。だから別にそのシングルだからといってですね、パワーがないという感じではないですね。最大トルク7500回転で発揮します。で最大馬力で言うと9000回転ですね。馬力というのはトルクを回転数でかけた数字になります。はい、なので、感覚的に言うとですね、最大馬力が大きければ大きいほど、こう回転数上の方までブワーッと加速していくような感じのイメージになります。はい、この辺が最大トルク、この辺が最大馬力、だから加速しているときはこんな感じでの音で加速していく感じっていう風にイメージしてくれれば分かりやすいかなと思います。はい、2015年のモデルです。ほとんど走ってないのもあってですね、状態的にはとても良好になります。はい、いかがでしょう。外装もですね、黒です。はい、こっち通れない、黒です。はい、
どんなもんでしょう。というわけで、CB250F ですね、非常にこう状態いい良好です。はい、もうこの夏ね、もうすぐ初夏訪れますけれども、やっぱね、5月6月梅雨入るぐらいまでがね一番走りやすいんじゃないかなと思います。はい、日本全国二宮もですね、納車に向かってますので、いかがでしょうか。納車整備とですね、ナンバー取得名義変更を含めての金額になります。非常にこう乗りやすくて、手軽な1台で状態もすごくいいです。はい、手短ですけどもよろしくお願いいたします。